朝日山動物園日記は北海道テレビ放送の制作によりテレビ朝日系列で全国放送されていたドキュメンタリーシリーズ番組の名称2007年から2013年まで年1回制作され毎年冬に放送されたハイビジョン制作北海道を代表する動物園となった旭川市朝日山動物園を舞台に動物の生態や 園内の裏側などを紹介するドキュメントバラエティ番組である。2006年まで制作されていた人間ビジョンスペシャルが制作終了になったのに伴い、それに変わる形として新たに制作されることになった。毎年1から2月期にテレビ朝日系列で日曜午後のサンデープレゼント枠にて全国ネット放送され、放送終了後は BS 朝日。 CS 放送のテレ朝チャンネル、スカイ、A スポーツ、朝日ニュースターなどで再放送されていたほか、DVD も発売された。2013年放送の、ヨいコ鈴木福くんの動物調査隊が行く。朝日山動物園2013を最後に、本シリーズは7年の歴史に幕を下ろした。なお、本シリーズに変わって、2015年から2019年まで、 北海道ローカルの人気番組、花タレナックスの特番、花タレナックス EX 特別編シリーズが全国ネット放送された。ありがとうございます。